集会の前に成蔵さんより音楽の演奏があります。ぜひお聴きください。こんばんは。お疲れ様です。見えてきましたね。ご紹介いただきました成蔵と申します。集会が始まるまでの時間、音楽にどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。であと東日本大震災、福島の原発事故からもう13年経ちましたね。で皆さんご承知のように、今も3万人近くの方が避難生活をされている。そして廃炉の見通しも全く立ってないですね。原発事故は終わってもいないですね。一方ですけどね、福島の原発事故を受けて世界ではドイツ、ベルギー、スイスとか台湾とかあった国が脱原発へ向けて大きく舵を切ってますね。一方どうでしょうか。日本では次々と原発を再稼働して放射能汚染水を海に流してしまう。で昨年には原発 GX 法という法律を成立させて、老朽原発も60年を超えて稼働させるとか、原発を国の責任で活用するなどと言ってますね。本当におかしいですね。時代錯誤、おかしいですよ、この国は。皆さんいかがでしょうか。そして今年元旦の元の能登半島で大きな地震起きましたね。地震大国、災害大国の日本でやっぱり原発は決して動かしてはならない、原発は存在してはならないと改めて強く思いました。はい、では最初の曲いきたいと思います。この曲、福島ジジイの涙節という曲です。包まれた地裏
この美しいメロディー、例えばアメリカでは一人の子供が生まれる時っていうクリスマスソングとか親しまれているようですで歌っていきたいと思います。ソレアードという曲です。ありがとうございます。
ガリゾーさん、ありがとうございました。開始する前に皆さんにお願いがあります。今日たくさんの方に寒い中お集まりいただいておりますが、展示ブロックの方を大変恐縮なんですけども、できるだけ踏まないように、はい、していただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。寒い中、地球行動にお集まりの皆さん、地球行動を始めさせていただきます。本日100回目となる地球行動です。まず本日司会をさせていただきます、憲法共同センターの稲葉美奈子と申します。よろしくお願いします。本日100回目となる地球行動です。怒りを込めてまずはじめにコールをしていきたいというふうに思います。私がコールしますので皆さんはレスポンスをお願いします。戦争法は今すぐ廃止。戦争法は今すぐ廃止。戦争法は必ず廃止。戦争法は必ず廃止。諦めないぞ。諦めないぞ。戦闘機いらない。戦闘機いらない。輸出をするな。輸出をするな。武器の輸出絶対反対。武器の輸出絶対反対。オスプレイいらない。オスプレイいらない。飛行再開徹底休断。辺野古新基地建設反対。辺野古新基地建設反対。南西諸島のミサイル、南西諸島のミサイル基地反対。南西諸島のミサイル基地反対。地震の国に原発いらない。地震の国に原発いらない。再稼働反対。再稼働反対。軍拡よりも被災地支援。軍拡よりも被災地支援。憲法改悪絶対反対。憲法改悪絶対反対。九条守れ。九条守れ。軍拡ではなく平和外交。軍拡ではなく平和外交。ありがとうございます。それでは、お忙しい中、始めさせていただきます。お忙しい中、政党の国会議員の皆さんが駆けつけてくださっています。主催者選手が先だった。すいません。失礼しました。私のカンペにちょっと抜けていたので、主催者挨拶を藤本さんにお願いいたします。そうだ、皆さんこんばんは。こんばんは。ご紹介いただきました総合会議行動実行委員会共同代表の藤本です。この3月30日に集英社という出版社からパク・キョンナムさんと野良山由佳さんの対談集、私たちの近現代史というのが出ました。野良山さんが昨年書いた伊藤野枝を主人公にした風よ嵐よをきっかけとして、関東大震災から100年、朝鮮人虐殺、植民地支配、戦争、今も続くヘイト、その100年を2人の女性が語り合っています。その序文で村山さんは、差別され続ける在日朝鮮人に対して歴史的経緯を踏まえれば、日本で生まれ育った在日の人に対して私たち日本人が嫌な国なら帰れなどと口にすることがどれだけ愚かであり的外れであるか分かっていただけると思います。そしてつくづく嘆かわしいのは、100年前と今を比べてこの国が正しい方向へ変わったようには見えないことですと述べ、その理由に政府は過去から学ばずと書いています。
あまりにも有名な言葉ですけれども、英国の歴史家であり国際政治学者であったエドワード・ハレット・カーはその著書で、歴史とは現在と過去との間に尽きることを知らぬ対話なのでありますと書いています。その対話の中に100年の経過の後にこの国は変わったという言葉を引き出す力があるのだと私は思います。2015年9月19日安全保障法制の改悪、戦争法の強行採決、それから私たちは毎月この場に立ち続けました。今日は100回目にあたります。私自身何度ここで話をさせていただいたでしょうか。私はいつも日本政府が真摯に私たちの過去の歴史に学び、新しい時代を築いていってほしいと考えてきました。しかし村山さんが言うように、政府が過去から何も学んでいない、そうではないでしょうか。安倍政権がこの間多くの批判をものともせずに突き進んだのが戦争をする国づくりだったのです。特定秘密保護、共謀罪法、重要土地調査、規制法、経済安保法、戦争法、さまざまな法律は戦前の法律とダブります。軍機保護法、要塞地帯法、治安維持法、国家総動員法、それらは戦前の戦争国家の法律であり、戦前の市民社会に何をもたらしたのか、安倍政権は歴史に学ぶことを怠ってきました。昨年自衛官の靖国神社への集団参拝が報じられました。そして今年になって靖国神社の宮司に海上自衛官トップを経験した大塚海雄元海将が就任をしました。戦前靖国神社は旧海軍陸軍両省の管理下にあって、国家神道の基軸として存在をしました。私たち選任委員会の事務局長で長く靖国問題と関わってきた内田正俊弁護士は、戦死した軍人を神と祀ることで国のために死ぬことを誉れとして奨励する、死んで靖国で会おうと誓い合い散り、しかし戦争遂行の担い手たる皇軍は再生産されていったと靖国神社の役割を述べています。戦争をすることで必ず犠牲になる自衛官が出るに違いない、その時は靖国神社に祀る、神と祀る、理不尽な死ほど何かしらの意味を持ってほしいと考える親心、親族のその思いを利用して国のために、皇国日本の誉れとしてこれからも自衛官を祀るのか。私たちはそのことを過去の歴史との対話を通じてしっかりと考えていかなくてはなりません。ウクライナは今侵略者ロシアと戦っています。ウクライナ軍の死者は3万人を超えたと報告されています。ゼレンスキー大統領は、父を戦争で失った幼い子供の手を取って、君の父は勇敢だったと述べました。ウクライナは侵略された側、私たち日本は侵略する側でした。しかし靖国と同様の状況は、国家主義が個人を飲み込んでいく、その状況は戦争では必ず起きるものだと私は思います。兵力不足から大量動員の一方で、違法に国外へ脱出するなど徴兵拒否が相次いでいると報道されています。ロシアは許せないと思いつつも、自分の命や
家族との狭間で苦悩する若者たちなど、ウクライナ戦争2年目に NHK のクローズアップ現代は最前線の実態を取材していました。今ウクライナを頑張れ、君たちは正しい、そういう声であふれています。しかし私はウクライナの市民に対して頑張れとは言えません。台湾有事や朝鮮有事は日本の有事だとの声を政治家の間から聞きます。自衛隊は米国とともに南シナ海から東シナ海、日本海で共同訓練を頻繁に繰り返しています。しかし戦争をしない、戦争をさせないという外交努力は聞こえてきません。私は日本に有事があったとしたら決して自衛隊に頑張れとは言わない。有事を引き起こした政治家こそがその責任を負えと言いたいと思います。1945年8月15日、それ以前の歴史を繰り返さない、そのために頑張りましょう。冒頭で紹介した村上由佳さんは、日本人は今やすっかり牙を抜かれ、国からどんな無理難題を押し付けられても諦めきっているように見えます。希望を持てない世の中で自分を保つためには冷笑というポーズが一番楽なのでしょうかと述べていました。そうなっては絶対にいけない。だから私たちはここに立つ、共に頑張りましょう。続いて国会議員の皆様にご挨拶いただきます。到着順にご紹介させていただきます。まず日本共産党の田村智子参議院議員、お願いいたします。皆さんこんばんは。日本共産党の田村智子です。今日は日本共産党からは葛西明衆議院議員、上智子参議院議員、山添拓参議院議員、宮本徹衆議院議員、後から駆けつけるかもしれませんが、一緒にですね、19行動100回目ということで、皆さんに大きなリスペクトとパッションを送って連帯の挨拶をしたいと思います。100回目ということですから、私もちょっと原点に立ち戻りまして、この石球行動を支えてこられた総がかり行動実行委員会の皆さんの、ホームページ改めて見てみたんです。そこにですね、2005年9月19日付、この声明が載っていました。最後の段落にこういうふうに書いてあります。この間全国数千箇所での人々の行動を背景にして、国会正門前を連日埋め尽くし、国会を何度も包囲した人々の波は、暴走する政府与党に立ちふさがる巨大な壁となり、政府与党を大きく揺さぶり窮地に追い込んだ。この広範な人々の声と行動こそが野党の戦いを強めるという画期的な状況を作り出した。ここに示された無数の人々の意思と行動は決してこれで終わることはない。このエネルギーは必ず戦争法の発動にストップをかけ、戦争法を廃止する力となろう。私たちはこの人々の力を信じ、希望として前進する。全世界の人々の生命のために、平和のために、憲法を生かすために、なんと熱い声明でしょう。そしてその思いのままに、雨の日も風の日も灼熱の夏の下でも、こうやって国会前に集まって、戦争法を廃止せよ、9条を守れ、憲法を生かせと皆さん声を上げ続けてきた。本当にこの声こそが、運動こそが、私たち野党の背中を押しています。もう一度市民と野党の共闘を再構築して、本当にこの憲法を壊しまくる自民党政治の暴走、なん
っとしても止めて自民党政治を終わらせていこうではありませんか。今本当に大きな国民の怒りが自民党を追い詰めていますね。裏金事件、私この裏金事件、もう自民党がですね、金にまみれて政治資金パーティーで企業や業界団体から金集めまくって裏金してた、組織的犯罪として許すことができないんですが、こうも思うんです。一体憲法を踏みいじってこの国の在り方を変える、その政治の中枢にいた政治家たちは何だったのか。モラルを守ることさえできない法律違反を自ら犯しながら、その犯罪も認めることもなく逃げ回り、秘書がやった、私は知らなかった、知らぬ存ぜぬ、こんな態度を貫くような政治家がこの国の中枢で憲法をないがしろにし、戦争する国家づくりをしてきたなど断じて許すことはできないじゃありませんか。政治の舞台から引きずり下ろす、退場させなければならないと思います。今この暴走本当にひどいです。安保法制、戦争法を作っただけでは動かない、だからいよいよ安保三文書で安保法制、戦争法を動かせるような仕組みを次から次へと行っていますね。敵基地攻撃能力、長射程ミサイルどんどん買う、それだけじゃありません。驚きました。まさにあのガザを攻撃している民間人を殺戮しているそのさなかに、イスラエルからドローンを、攻撃するためのドローンを日本が輸入しようという、そしてイギリス、イタリアと一緒に戦闘機共同開発輸出、ここにも突き進もうとしている。戦闘機ですからね、これ以上の殺傷兵器があるでしょうか。これ解禁しちゃったらどんな殺傷武器も輸出できることになってしまうんじゃないでしょうか。ほら、かつて自民党の政治家は違いました。宮沢喜一元総理大臣、外務大臣だった時期に外務委員会で武器の輸出ということを考えろっていう、そういう質問を受けたんです。その時に宮沢喜一元総理大臣は何と答弁をしたか。我が国は武器を輸出して稼ぐほど落ちぶれてはいないと言ったんですよ、岸田政権は。今の自民党は、そして公明党は、この国をどこまで落ちぶれさせようとしているのか。こんな日本の国の在り方を変え、戦争する国家づくり進めること断じて許されない。皆さん、自民党への怒り広げに広げて、この政治を終わらせる巨大な運動にしていこうではありませんか。私たち共産党もその運動を力に、市民と野党の共闘を必ず再構築して、来たる総選挙、自民党政治を終わらせる選挙として戦い抜いてまいります。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて立憲民主党、安倍智子衆議院議員、お願いいたします。皆さんこんばんは。立憲民主党の近藤修一でございます。安倍智子衆議院も一緒であります。本当に寒い中、多くの皆さんにこうして参集していただいていることを感謝と敬意を申し上げたいと思います。今日は100回目ということになる、100回やらなくてはならないと、こういう状況は問題でありますけれども、しかし毎回こうして多くの皆さんが雨の日も風の日も暑い日も寒い日も頑張ってる、そのことは本当に感謝を申し上げたいと思います。今もお話がありました、田村さんの方からも、自民党金権腐敗政治であります。いつもお金が
まつわっているわけであります。お金の方を向いて政策を作っているのではないでしょうか。これもまたですね、共産党の葛西さんが指摘されたしたことでありますが、原子力の産業の協会それぞれの会社から10年間で70億円のお金が自民党に寄付されていた。おかしいじゃないですか。そうだ、政策というものは本当に国民の皆さんの方を向いて国民の皆さんと一緒に作っていく、そうあるべきではないでしょう。お金が政治を曲げてきた。どうぞこうした状況を何としても変えていかなくちゃいけない。そしてこの19日行動であります安保法制、アメリカと一緒に戦う体制を作っていく、そのためにこの法制を作った。そして安保3文書も改定をしてきた。そして台湾有事だと軽々しく言って、台湾有事は日本有事だと軽々しく言って、そしてさらに緊張感を高めているのではないでしょうか。日本国憲法が誓ったことはそうではないはずであります。決して軍事力で物を解決をしない、世界の人々の相互の理解、相互理解を深めていって平和を作っていく、それを日本国憲法が、我々が国民一人一人が誓ったんではないでしょう。それを変えて戦争する国にしようとしていく、その関連の法案を作ってきたその自民党政権、何としても我々が野党が力を合わせて市民の皆さんと力を合わせて倒そうじゃないですか。この間も皆さんもいろんなところで活動していらっしゃると思いますが、ガザ地区の問題もあるじゃないですか。ガザがイスラエルによって包囲をされていて、そして3万人以上の人たちの命が奪われている。そして多くが子供であり女性である。長い国の歴史もあります。このことをしっかりと解決しなくちゃいけない。私も安倍さんと一緒に周辺のあの地域の国の大使館にお邪魔をしています。何としてもこれを止めたい、力を合わせていきたい、そんなお話をさせていただきました。そしてそれぞれの大使がおっしゃるのは、日本は平和国家じゃないか、9条を持ってるじゃないか、なぜ日本がその先頭に立たないんだ。戦後日本は原爆を落とされた。しかしそれを力で返すんではなくて、武力で返すんではなくて、平和国家で返してきたじゃないか。なぜその精神をしっかりと実現したいのか、多くの皆さんがその話をされます。その通りではないでしょうか。なぜアメリカとまたイスラエルとのこの状況、虐殺を止めないのか、なぜ平和の先頭に立たないのか、なぜアンルワに対する支援の資金を止めるのか。どうぞ、我々は誓ったんです。我々が誓ったんであります。憲法の平和主義、国民主権、どうぞ皆さんと共に何としても頑張って自民党政治を倒して、そして平和憲法を守っていきましょう。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。次に社会民主党福島みずほ参議院議員お願いいたします。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。国会前に、議員会館前に集まられた皆さん、100回目の今日、記念すべき日に来られた皆さん、心から連帯のご挨拶を差し上げます。社民党の参議院議員福島みずほです。2015年9月19日忘れることができません。明確な憲法違反、集団的自衛権の行使を認める戦争法の強行成立です。あのあとたくさんの皆さんが違憲訴訟を提起し、この法律を本当に廃止しようと頑張ってこられました。皆さん、私たちはこの戦争法を廃止するためにさらに努力していこうではありませんか。この戦争法は集団的自衛権の行使を認めています。
誰が言おうと明白なる憲法違反です。そして安保三文書敵基地攻撃能力保有を認めました。集団的自衛権の行使で敵基地攻撃をする、日本が攻められてないのに先に攻撃をすればまさに先制攻撃、日本が、沖縄が、南西諸島が、日本全体が戦火にまみれる、そのことが起こり得ます。でも日本は攻められてないんですよ。皆さん、こんな戦争、いかなる戦争も私たちは拒否して一緒に頑張っていこうではありませんか。私たち社民党は先月2月18日から8日まで中国を訪問しました。何のためか、日本の国民と中国の国民は絶対に戦争してはならない、そのことを言い思いを伝えるためです。盧溝橋博物館で文再選の誓い、絶対に戦争してはならない、その誓いを党首として述べました。皆さん、日本はどんなことがあっても戦争してはならない、そのことを政治の場面で実現していく、そんな政治を一緒に作っていこうではありませんか。戦争のできる国から戦争をまさにする国へ、安保関連法、戦争法だけではありません。秘密保護法、共謀罪、そして重要土地規制法、防衛予算確保法、そして去年はそれに加えて軍需産業強化法、それを成立をさせました。この政治とお金でガッタガタの自民党が今国会にセキュリティクリアランス法、秘密保護法大改悪、経済秘密保護法、身辺調査法案、身辺調査法案、民間人も身辺調査していく、そんな法案を出しています。この法案一緒に廃案に持ち込むように頑張りたいんです。皆さんどうですか。戦争のためじゃないですか。まさに戦争のための教育、戦争のための研究、戦争のための大学、戦争のための産業じゃないですか。戦争する国を私たち一人一人は拒否する、そのことをやっていこうではないでしょうか。皆さん、ついに自民党と公明党は次期戦闘機の海外輸出を合意をしました。日本はいい国でした。憲法9条の下での平和国家、非核三原則、専守防衛、海外に武器を売らない、そんな国でした。海外に武器を売って死の承認国家として、武器と原発、これで浮上しようとするなどありえない、そう思いますが、どうですか。止めたいんです、止めたいんです。こんな国、こんな政治を皆さんたちと一緒に止めたいんです。軍拡予算は膨れ上がりながら、なんで介護保険の訪問介護減額を決めるんですか。使うべきところにお金を使わない、国民の生活と全く切れたところで政治を行う、自分たちのスポンサーである軍需産業、そして原発産業、大企業、経団連のために政治を行う自民党を、国民私たちの力で引きずり下ろして変えていこうではありませんか。そのことを今私たちはやらなければ戦争に突入する、そう本当に思っています。戦争で金儲けをしたい、戦争をやる、国民の犠牲、そんなこと何にも考えてないんですよ。戦争を止めたい、戦争を止めたい、戦争をしない、戦争のできる国を私たちは作らない、そのことを一人一人たくさんの皆さんたちとやりたい、そう思っています。自民党政治をみんなの力で終わらせる、選挙に行かなかった人たちが選挙に行けば、自民党は公明党は政権の座から転がり落ちてしまいます。金権ではなく民権、私たちが主人公です。主人公の私たちがまさに平和国家、基本的人権のある国、それを作りたいんです。
岸田さんは施政方針演説で日米同盟が公共財だと言い放ちました。違いますよ、軍事同盟が公共財になるわけないじゃないですか。水道や医療や介護や山や海や公園や農業、第一次産業、地域交通、これこそ公共財じゃないですか。みんなの命を支えるものこそ顧問公共財じゃないですか。全く命を顧みない自民党政治を変えたい。私は過去は変えられないが未来は変えられる、そして思います。誰が何と言おうと政治は希望です。私たちが希望を作っていかなければ子どもたち孫たちみんな救われません。誰が何と言おうが政治は希望です。この国民の気持ちを本当にくじけさせるために自民党はやっている。でも皆さん、希望を広げていこうではありませんか。希望を組織化していこうではありませんか。お前たちは無力だ、何やって変わらない、DV 政権のような自民党政治を本当に倒してやっていきましょう。金権腐敗政治追放、自民党政治打倒、そして政権交代実現。たくさんの力を合わせて違う政治を作りたいんです。自公政権よりまともな政治を作りたいんです。一緒に作りたい。100回目の今日、まさに私たちがもう総掛かり行動、やらなくても済むようなそんな時代を一緒に作っていきたい、そう思っています。民主主義の勝利のために頑張っていきましょう。頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。本日この場所に沖縄の風の伊波洋一参議院議員に駆けつけていただく予定でしたが、急遽来れなくなったということで、皆さんに連帯の気持ちとよろしくということでメッセージをいただいておりますので紹介します。それではここで皆さんに寒波のお願いをさせていただきます。本日100回目となりますが、集会は皆様の寒波によって運営されております。ご協力をお願いいたします。続いて本日の19行動に韓国から連帯のメッセージをいただいています。読み上げて紹介させていただきます。日本において2015年から始まった19日の行動が100回を迎えられました。雨が降る日も蒸し返す夏の日も、冷たい風が吹きつける真冬の日にも、平和への声を高めながら国会前に立ち続けてこられた皆様に、より熱い尊敬の挨拶を送ります。私たち日韓市民は軍事力が決して平和を守ってくれないことを、植民地支配と侵略戦争によって汚された東アジアの歴史を通じてすでに知っています。多くの人々の犠牲の上に作られた平和憲法を守ることが東アジアの平和のための道だということも知っています。これまで日韓の市民が協力して築いてきた歴史を私たちは記憶し続けます。皆さんと共にこれからも全ての敵意と差別、戦争に反対し、平和を実現するために韓国でも力強く戦っていきます。2024年3月19日、反日和解と平和プラットフォーム。ありがとうございます。それでは市民の皆様からの発言に移りたいというふうに思います。まずはじめに、秘密保護法対策弁護団共同代表の海道雄一弁護士、お願いいたします。順番をすいません変更します。それでは止めよう辺野古埋め立て国会法医実行委員会の野平晋作さん、お願いいたします。
皆さんこんばんは。2月29日最高裁判所は大執行をめぐる訴訟で沖縄県の上告を却下しました。大執行は本来最後の最後の手段のはずです。それにもかかわらず最高裁は高裁判決を是認するだけで実質審理を全く行うことなく沖縄県の上告を門前払いにしました。基地建設の問題は住民にとって基地被害に巻き込まれるという意味においても攻撃の対象になりうるという意味においても命に関わる問題です。知事選挙や県民投票を通してこれまで何度も示されてきた新基地建設反対という圧倒的な沖縄の民意を無視して大執行を強行することはかつて銃剣とブルドーザーで沖縄県民から土地を奪いそこに米軍基地を建設したことと同様の強権発動ではないでしょうか。地方分権一括法の施行により国と地方の関係は対等協力の関係に変わったとされています。しかし国と沖縄県の関係は全く対等協力の関係ではありません。辺野古新基地建設をめぐる国の沖縄県に対する大執行はお上に逆らう者に対しては最後は強権発動するという地方自治に基盤を置く民主主義を破壊するような行為です。今回の訴訟において最高裁が法の番人としての役割を放棄し行政権力に追随したことを私たちは許すことはできません。今政府が進めようとしている地方自治の地方自治法の改正も大規模な災害感染症の蔓延などを理由に国が地方自治体に指示をしやすいように法改正しようとしていますがこれも国の地方自治体への不当な介入を誘発する可能性があります。そうした誘致のための法改正はその適用が常態化すると地方自治体の自治権がないがしろにされていくのではないでしょうか。2019年沖縄県の県民投票で辺野古新基地建設反対の民意が明確に示されたことに対して当時の岩屋防衛大臣は沖縄には沖縄の民主主義がありしかし国には国の民主主義があると答弁し国は必ずしも沖縄の民意に応える必要はないという姿勢を示しました。沖縄の自治権を尊重できなければそもそも日本という国に民主主義はないのではないでしょうか。辺野古新基地建設をめぐる問題は今回の最高裁判判決で決着がついたわけではありません。沖縄県が不承認とした採決を国土交通大臣が取り消したのは違法だとして沖縄県が国の採決の無効を求めている抗告訴訟もまだ終わってはいません。3号をめぐる訴訟もまだ継続しています。また政府は新基地建設を進めていくためには今後も何度も設計変更申請をしなくてはなりません。沖縄県がそれを不承認にするとその度ごとに訴訟となる可能性もあります。さらに最近の地震調査の結果等を踏まえ沖縄県が埋め立て承認の再撤回をする可能性もあります。沖縄県も沖縄県民もさまざまな方法で抵抗を続けています。私たちもあらゆる手段を尽くして新基地建設を止めていきましょう。私たちはこの間最高裁に公正中立な審理を求めるはがきを送ったり団体署名を集めてきました。最高裁の判決は出てしまいましたがまだはがきをお持ちの方は最高裁への抗議のメッセージを記載して最高裁に送ってください。本日もはがきチラシをお配りしています。そのチラシの中にあるはがきに抗議のメッセージを記載して最高裁に送りください。すでに集めた団体署名は指定の送り先にお送りください。3月31日まではまだ団体署名を集めてます。集まった署名は私たちが最高裁に郵送する予定です。今回の最高裁の判決を受け沖縄はすでに立ち上がっています。
辺野古新基地建設を作らない、辺野古新基地建設を作らせない、オール沖縄会議主催で4月6日名護市の瀬田家の浜で沖縄県民大集会が行われます。オール沖縄会議はこれに呼応するアクションを全国に呼びかけています。私たちもオール沖縄会議総掛かり行動実行委員会、止めよう辺野古を目立て国会法威実行委員会の共催で4月2日火曜日14時より衆議院第二議員会館第一会議室にて最高裁に抗議する記者会見と集会を行います。琉球大学の徳田博人教授やオール沖縄会議の福本事務局長の発言も予定しています。さらに集会終了後にはそのまま最高裁判所に移動し抗議行動を行います。先ほどお話しましたが、今後も設計変更申請をめぐる裁判は行われます。最高裁に対して今回の却下に抗議をし、今後の裁判では実質審理を行うことを求めることは意味のあることだと考えています。また前日の沖縄の県民大集会の前日4月5日火曜日18時半より首相官邸前にて集会を行います。そして沖縄県民大会が行われる4月6日土曜日には11時から新宿駅南口にて沖縄一坪反戦地主会関東ブロックと辺野古への基地建設を許さない実行委員会の呼びかけでスタンディングデモが行われます。こちらにもぜひご参加ください。辺野古の問題はまだ終わっていません。共に頑張りましょう。ありがとうございます。続いて日韓和解と平和プラットフォームの書記で牧師のキム・ソンジェさん、お願いいたします。憲法9条と日本の立憲民主主義を守り抜くために、本日ここ100回目の19日行動にお集まりになられた皆様、今大軍拡暴走をやめない岸田自公政権下の防衛省は、パレスチナガザにおいて果てしなく大虐殺を続けるイスラエルの軍需産業から攻撃型ドローンを、その攻撃殺傷能力の実証的報告を受けながら導入を決めようとしています。これはガザ住民ジェノサイドに日本政府が明らかに加担することを意味し、私たちは断固としてこれを止めさせなければなりません。これは日本の専守防衛から死の承認国家への転落であり、イスラエル・ネタニヤフ政権によるガザ住民の大虐殺への加担を意味するからです。現在台湾有事危機のプロパガンダとともにミサイル基地化が推し進められる宮古島において、去る1月10日に制服を着用した自衛隊員約20名が公用車を使って宮古神社に参拝しました。またまるで申し合わせたかのように、その前日の1月9日には陸上幕僚副長ら数十人がやはり公用車を使い、航空安全祈願と名を打って靖国神社を参拝しました。新聞赤旗は去る2月の26日付で、海上自衛隊ではもうすでに25年以上も前から靖国神社の集団参拝を繰り返してきたことを明らかにしました。そのように日本の先の戦争を聖戦として偶像化する靖国神社参拝を長年にわたり観光化してきた自衛隊員による、この度の1月の2つの神社参拝行動は、
政教分離原則を謳う憲法20条および89条を踏みにじるばかりでなく、自衛隊員の宗教的行動を厳しく規制する1974年11月19日の防衛省事務次官通達違反を意味します。一体なぜ自衛隊員はミサイル基地化され、最も戦争の危険にさらされる宮古島の神社を参拝するのでしょうか。またなぜ自衛隊員は国家神道のもとに侵略戦争を聖戦とみなし、戦没者を英霊化して美化する靖国神社を法を踏みにじりながら今この時期にあえて参拝するのでしょうか。自衛隊による宮古神社と靖国神社の参拝の連日行動は果たして単なる偶然なのでしょうか。この暴挙には航空安全祈願よりもまるで迫り来る戦闘において自衛隊員が万一命を落とした場合に、その死をどのように宗教的に検証し美化するかの狙いが透けて見えるようです。それによって作り上げられる厳粛な空気を広げることによって、戦争反対の市民運動の声を封殺していこうとでも目論んでいるのでしょうか。今自衛隊の神社参拝、集団参拝に抗議する署名をこの演壇前で私たちは集めておりますので、どうぞ皆様ご協力をお願いします。一方、日本政府防衛省は新たな戦争に使われることになる辺野古新基地建設のために沖縄戦に巻き込まれ命を落とした人々の遺骨を海の底に沈めることさえいといません。私たち宗教者は岸田自公政権による沖縄戦戦跡公園の破壊を決して許すことはできません。さらに帝国日本の朝鮮植民地支配の中で強制連行され命を落とした朝鮮人を追悼する群馬の森追悼碑が群馬県の行政代執行の暴挙によって去る1月29日に破壊されました。日本の植民地戦争と支配の犠牲となった人々の追悼碑破壊の本質とは、関東大震災朝鮮人ジェノサイドの国家責任を否認し続ける日本政府の歴史否定主義と機を逸にするものであります。私たち平和を作り出す宗教者ネットは去る3月13日にこのことに抗議声明を発表し、記者会見で報道関係者に訴えました。岸田自公政権は来週26日にこのことに26日殺傷兵器である次期戦闘機第三国輸出を閣議決定しようとしております。私たち市民宗教者の有志は閣議決定の26日の正午から12時半にかけて官邸前に集まり抗議の声を上げます。ご一緒に死の承認国家に堕落するな、殺傷武器輸出反対の声を上げてまいりましょう。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続いて秘密保護法対策弁護団報道代表の海道隆一弁護士、お願いいたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介を受けました弁護士の海道と申します。今日私はこの国会に提案されている経済
安保関連の経済秘密保護法案というふうに僕は呼びたいと思っていますが、この法案に何としても反対したい、そして廃案に追い込みたいということを訴えたいというふうに思います。この法律案、一言で言うと特定秘密保護法の範囲を経済分野に拡大する、そういう恐ろしい法案です。そしてこれまで公務員にほぼ限られていた適正評価の範囲を公務員だけに限られないというふうに言われるかもしれませんが、 97% まで公務員だったんですけれども、それを大きく民間企業や、大学等で働いている研究者に適正評価の範囲を広げる、おそらく数十万人の人たちに対してですね、内閣総理大臣が適正評価を行うという、そういう2つのことを定めている法律案です。こういうものができるとですね、国側の経済分野での活動というものが大きく秘密のベールに覆われて、秘密保護法以上に危険な体制を作っていくのではないかと思います。この法律案については、今年の1月18日に日弁連ははっきり反対の意見書を出していますし、法案が2月27日に提案されていますが、3月13日に重ねてですね、この法案の検討に基づく反対の回答声明を出しております。で、各政党でも、共産党さんや社民党は反対という意見をまとめているというふうに聞いていますが、今焦点になっているのは立憲民主党がこの法律案についてどういう態度を決めるかです。日弁連もヒアリングに呼んでいただきましたし、今日も私は立憲民主党の自治体議員の方々が行う研修会に出て、この法律案の問題点などを詳しく説明してまいりました。これからどういうふうに党内で審議が進むのかというところが非常に注目されるところなんですが、この法律案に何としても反対しましょう、立憲野党は一致して反対しましょうという声をですね、皆さんのお知り合いの立憲民主党の議員の方々にぜひとも伝えていただきたいと思います。そのような声をもっと大きく広げて伝えるために、この3月の22日に秘密保護法廃止へ実行、秘密保護法対策弁護団、さらには経済保護に反対するネットワークなどが共同でですね、文教区民センターで大きな集会をやることになっております。私も、ほんのわずか、実は青森に出張中なので新幹線の中から出演することになってますし、私の娘もちゃんと出演することになっているようでございますけれども、この法律案の中身を説明したいというふうに思っています。でもう一つですね、まだきちんと広報ができていませんが、3月の27日の日に日弁連が非常に大きな会場を取って院内で、この法律案についての院内集会をやります。もう一度言います、3月27日の昼です、12時からです。でここにはですね、共謀罪の反対運動の時にとても、協力していただきました立命館大学の松宮先生と、京都大学の高山かな子先生のお二人をお招きして、刑事法的な観点からこの法律案がいかに問題があるかということについて、しっかり話し合いをしようと思っています。なんか200人以上入る会場を借りてしまっているので、そして確か2月25日までに申し込みをしておかないと入れないという会合なので、ぜひともお願いしたいと思います。でこの法律案の問題点をもう少しだけご説明しますけれども、まずですね、経済安保というものの定義がありません。定義がない。したがってどういう項目、どういう事項が秘密にされるのか、政府は限定されてるんだっていうふうに言ってるわけですけれども、それは限定して運用するつもりだと言ってるだけであって、法律上全然運用できる仕組みにはなっていないということ。今後どんどん政令を変えたりですね、法律も改正できますから、適用範囲を順次拡大していくということができる。実を言うと、もともとの経済安保法が14分野の重要インフラだったのが15分野に増やすという法律案も今回ついています。こういうふうにどんどん増えていくということがすごく重要かと思います。それからこの重要経済安保情報、特定秘密に変わる言葉で今度は重要経済安保情報という概念が登場するんですけれども、これを漏らしたときにですね、支障が著しいと禁錮、拘禁10年、支障が著しくなくて支障がある場合には5年だそうです。著しいがつくかどうかでですね、刑期が倍になるんですね。
まあ、本当に、そういう状態でどういう情報が対象になるかもわからないし、どういうふうに罰せられるかということも非常にわからない。で、まあ、最近 のニュースで最もこのケースと関係があると思うのは大河原加工機の事件ではないかと思います。大河原加工機の問題、まさに経済安保に絡んで中国に輸出する噴霧器、これが軍事転用可能かどうかということが、まあ、争われたわけですけれども、幸いにしてこれは無実ということがはっきり晴れて、そして国家賠償も認められました。しかしこの技術そのものがですね、秘密指定されていたならば、裁判でどういうふうに争うことが可能だったかということをぜひ考えていただきたい。そしてこの法律を運用しているのは、まさに大河原加工事件で冤罪をもたらした公安警察だということなんですね。公安警察が全面的に使用しようとしている、法律だということ、そういう点からも、この法律については絶対に、廃案に持ち込むように、共に頑張りたいと思います。簡単でしたけれども、私からのご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて行動提起をお願いいたします。総係行動実行委員会の菱山奈穂子です。本日の参加者は1300名でした。100回の積み重ねの上に、この間自民党のこの腐敗政治がボロボロと出てきている、私はそう確信しています。そして2015年の9月19日に強行成立させられた戦争法、今日3月19日はその戦争法がちょうど施行された日でもあります。これから私たちは諦めず、本当に寒い日も雪の日も暑い日も、またコロナになった時も少人数でオンラインで、さまざまな手を尽くしてこの19日行動を続けてきました。皆さんの諦めない戦いにこれからも頑張ろうとエールを送りたいと思います。今自民党の裏金問題、統一教会問題、いろんなさまざまな方面で私たち追い詰めています。また最近では自民党の青年局のセクハラ問題、女性ダンサー問題と言われてますけど、あれは女性ダンサー問題ではなく自民党の性差別、セクハラ、そういう性質が明らかになったということです。女性の問題にすり替えないでほしいと思います。この自民党が腐り切っている、これは今の自民党が腐り切っているわけではなくて、以前からずっと腐り切っていることにようやく光が当たり始めたことだと思います。今私は数日前、能登の被災地から被災地支援から帰ってきました。元旦に大地震が起きて津波が来て、そしてこの3月の半ばになってまでも全く状況は変わらずです。見捨てられているような状態になっています。避難所も学校が始まったとともに閉鎖され、また北陸応援キャンペーンのせいで避難所、第二次避難所が閉められて、そこから被災者の人たちが追い出されるような、そんな事態となっています。こんな機敏政策絶対許してはなりません。この北陸応援キャンペーンやコロナの時の GoTo キャンペーンに見られるように、自民党の政策は命よりも大企業、命よりも金、そういった性質が明らかになっています。私たちは何よりも命が大事なんだ、そういったことをこれからも一緒に訴えていきたい。今その時代がやっと来ていると思います。自民党の支持率が今とても低くなっています。岸田政権の支持率も 16% でも、森元首相の時、あの時もそのぐらいの支持率でしたけども、自民党は選挙で勝ってるんです。投票率を上げて、私たちこの間長いこと自民党の政治の中で諦めを植え付けさせられてきました。諦めないで頑張ろう、諦めないで声を上げれば絶対社会は良くなる、私たちを信じて、この信頼関係をこれからもこの国会前や、そして地域に戻って街中に出て市民の皆さんとの対話を通じて、私たちとの信頼関係を築いて、この社会を変えていきましょう。そのためにも今後の予定をお伝えしたいと思います。まず明日3月20日1時からさよなら原発集会があります。代々木公園で1時からです。
そして3月28日は、新宿東南口で夜6時から総係行動の街頭宣伝があります。3月30日はこれはパレスチナ土地の日といって国際行動の日です。3月30日はパレスチナの土地の日、全世界一斉行動として、この東京では2時からお昼の2時から4時までの2時間、新宿を一周ですね、スタンディング行動を行おうと思います。新宿演習ラッピングデモです。新宿の南口、東南口、東口、西口、この4スポットを中心に新宿をぐるっとプラカードやさまざまなアピールグッズを持って新宿全体をラッピングしていく、そういった新しい取り組みです。これはパレスチナにルーツを持つこの日本に住んでいる仲間たちと一緒に考えた行動です。どうか皆さん、この3月30日には2時には、この新宿の各所に集まっていただいて、プラカードなどアピール行動を行って、そして3時半までには新宿南口に大集合をして、コールなどを上げて集約の集会していきたいと思います。そういったちょっと今までとは違う変わったかの行動ですけれども、ぜひご参加をください。そしてまた同じ日になってしまうんですけれども、もうこれはあちこちでいろんな行動が行われています。今度は市民連合が協力をします。裏金ご当地、板橋の下村博文市議の市民アクションというのもあります。第1回目は萩生田光一さんの八王子で行いまして、そして第2回目はの裏金ご当地は板橋です。板橋の下村博文さんにノーということで、3月30日時間がかぶってるんですけれども、2時から時和台駅北口ロータリーで行います。時和台駅北口ロータリーです。ぜひ板橋の皆さん、そちらの方にも、お越しください。この裏金ご当地集会、これからも市民連合をたくさん続けていこうと思います。なんて言ったってご当地たくさんありますから、いっぱい盛り上げていかなければなりません。はい、そして次4月16日はウィーメンズアクションです。この自民党青年局もキモすぎるということをですね、言っていかなければなりません。私たちにしかジェンダー平等は実現できないんだということも合わせて伝えていきたいと思います。4月16日、ウィーメンズアクションは夜6時から有楽町糸島前です。そして次の来月の19日行動です。4月19日はまた同じくこちらで6時半から、19日行動を行います。そして皆さん、今年も5月3日やってきます。5月3日、今年も有明防災公園で、憲法集会を行います。まだ憲法審査会、国会開けてますけれども、開かせていません。もう絶対に会見なんかしてる場合じゃないんです。能登半島もそうです。貧困問題もそうです。オスプレイ も再開もそうです。憲法を全く生かしてない人たちに憲法を変える資格なんてありません。私たちの力で絶対にこの会見阻止、そして岸田政権を打倒していきましょう。この憲法集会のチラシはこちらのステージの前に置いてありますので、皆さんたくさん持ってって地域で巻いてください。この100回を迎えた19日行動、この積み重ねに私たちは自信を持ってこれからも共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。それでは最後になります。コールを行っていきたいというふうに思います。皆さん、私がコールしますのでレスポンスをお願いします。裏金議員は今すぐやめろ。裏金議員は今すぐやめろ。岸田首相の責任重大。岸田首相の責任重大。政治とカルトの癒着を正せ。政治とカルトの癒着を正せ。自民党青年局キモすぎる。自民党青年局キモすぎる。多様性ではなく政策主。多様性ではなく政策主。セクハラは人権侵害。女性差別を許さない。女性差別を許さない。フリーフリーパレスチナ。フリーフリーパレスチナ。ガザを解放しろ。ガザを解放しろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。ネタニヤフは恥を知れ。ネタニヤフは恥を知れ。軍拡ではなく平和外交。憲法改悪是
とうございました。本日の集会は終わりとさせていただきます。